野島 T リーグ3年目ラブオール。パープルのユニフォームの日本ペイントマレッツが2マッチリードしてこの試合に王手をかけていますが、この第3マッチは団体戦リードされている側、日生がこのマッチの主導権を握っています。フォンティンウェイのサーブです。ゲームカウント 2-0、 平野がリードしています。さあ、フォンの工夫はどういったところが重点的になされた方がいいですか。まあ、第2ゲームもそうだったんですけれども、やはりフォアハンドに振って左右に動かしたいというのがフォン選手の思うところだと思うんですけれども、はい、まあ、今やはりフォアハンド平野選手ついてきてますので、ちょっとそれ苦しいかなというところですね。フォア行きましたね。そうですね、まあ、今のように攻めたボールをフォアハンドにはいいと思いますね、はい、鋭いバックでした。平野のバック冴えました。ですね、今のは完全に待ってましたね、はい、本選手がフォアミドルにチキータしてくるのを分かっててストレートに打ち返しました。どうでしょう、大きなうねりは平野の方に来てますかね、この試合は。そうですね、今のままだと平野選手このまま行きそうですね、はい、本の得意のフォアの強打が出ませんね。そうですね、フォア打たせてもらえないですね、はい、フォンがタイムアウトを取りました、まあ、平野の重要なところはバックに行くという戦略が構想してますか。そうですね、バックにラリーは攻めるというのと、あと一つはフォア前にレシーブを徹底できているというのは一つ大きいと思いますね、まあ、フォア前たまに狙われてるんですけれども、それでもこう気持ちよくフォアハンドをフォン選手に打たせてないので、はい、そこはフォン選手にとっては少しストレスのたまるところかなと思いますね。若宮さん、あのフォア前とバックっていうのはこの対になるんですか。そうですね、動きよく攻められるフォア前に行った後にバック窮屈になるんですね、はい、動きにくいので、はい、で窮屈にされてまた前に出ないといけない。そうですね、はい、やはりそこを使い分ける選手は多いと思います、うん、そこをちゃんと打てるっていうのがすごいんですよね。狙った通りに行くというのが素晴らしいんですよね。劣勢です、フォンテンウェイ。タイムアウトを取っても流れは変わりません。このパターンがやはりいいですね。フォア前に平野選手がストップして打たしたのをバックに動かす、はい、揺さぼろうとしますがアウトになりました。攻めてるんですけどね、今のもね、うん、なんか決まらないというかタイミングが合っていないような感じですかね。大きなうねりは平野の方に行ったようで5連続ポイントです。うん、もう完全に行ってますね。そうですね、流れとしては平野選手ですね、はい、日生はもうマッチカウントでいうと後がありません。ようやく早いサーブからポイント、まあ、フォン選手としては今ぐらいバックハンド攻めないとポイントが取れないというところですね、はい、今度はミドルへ行きました。7-3
まだ4点差あります。この 1,2 点勝負ですね、はい、ここでフォンが取れなければもう一気にいってしまいますね、はい、逆に 7-5 になると流れは分からなくなりますね、はい、ここが分水嶺ですか。はい、アウト。8-3。まず大事な局面でのサーブ権、日本取りました。首を結構回しますね、平野は。よく回す癖がありますね、はい、リラックスですね。はい、完全に行きそうですね。そうですね、はい、流れは平野選手ですね、はい、この巻き込み工夫を凝らしているフォンですが、思うように試合が進められません。もちろんシンガポールのオリンピック中心選手、諦めるわけにはいきません。強いボールで9-5です。ちょっと開き直ってきているので、はい、平野選手としてはこの 1-2 本で早い段階で試合勝ちたいですね、はい、ミドルへ来ました。9-6です。今の素晴らしいですね、はい、同点なんかに行ったらもう驚きの生命力ですね。まだありえますね。そうですか。アウト。6点。もうこれでちょっと万事休すっぽいですね。そうですね、D リーグ登場してきた平野、マッチポイントを迎えました。7点。8。瀬戸際で踏ん張ります。簡単には勝たせてくれないです ね、バックハンドの威力がフォン選手上がりましたからね、こと中盤から、はい、もともとフォアが強い選手。マッチポイントになって2度足踏みしています。10-9。もう卓球の醍醐味ですね。そうですね、勝ったと思ってもわからないんです ね。10-10。この1本で決まります。マッチポイントとゲームポイントです。緊張のワンプレー決めましたね。追いすがられましたが、平野勝負強さを見せました。突き放しました。ゲームカウント3-0、平野美宇が取りました。これでマッチカウントは日本ペイントマレッツ 2-1 リードと変わりました。いやー、平野の今のフォンの粘りは驚いたと思います。そうですね、4連続ポイント。